ここまでは昨日行われました衆議院の補欠選挙の結果と今後の政局について伺ってきましたが、ここからは今回3回目となります尖閣諸島の調査について伺っていきます。ここからのゲストをご紹介します。沖縄県石垣市の委託を受け尖閣諸島の調査を行われた東海大学海洋学部教授の山田義彦さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お世話になります。そして今回の調査に同行されました稲田朋美さんにも引き続きお話を伺います。よろしくお願いいたします。まずは今回の尖閣諸島調査の概要を見ておきます。調査は4月26日と27日の2日間行われました。調査の内容は前回魚釣島南側のドローン撮影を行いましたが、今回は北側の撮影、魚釣島でピーク時にはおよそ1000頭にも増えたとされるヤギの生育状況、そしてプランクトン、魚群などの海洋調査などとなっています。改めて尖閣諸島の場所を確認しておきますと、沖縄の石垣島からおよそ170キロ離れていまして、台湾からもおよそ170キロ、中国からはおよそ330キロ離れています。主に5つの島で構成されていまして、近年中国の海上保安機関海警局の船による接続水域の航行、それから領海侵入が頻発して日中間で緊張が高まっています。稲田さん、今回は稲田さんをはじめ5人の国会議員で、はい、初めて調査を視察したということですけれども、どうして国会議員が同行することになったんでしょうか。はい、尖閣の調査開発を進める会という議員連盟というか勉強会を令和2年に立ち上げまして、そこでその開発調査を推進する議員立法と、さらにはその会としても視察に行くということを目的に立ち上げた勉強会で、ずっと先生とも勉強会続けて、石垣市の調査にも行きたいということで過去にも挑戦していたんですが、今回条件が整ってようやく現地を視察することができたということです。そういう、 こう尖閣への調査船に自民党とか自民党だけじゃなかったんですけど、今回こう国会議員が乗るというのはね、国内の手続きと他と中国を刺激するかどうかという2つのハードルが僕はあると思ってるんですけれども、はい、国内的には例えばその外務省やら官邸やらから今回行くなって言われたりしたことはあったんですか。で今回事前に、官邸とそれから党にもですね、報告をして、それで行きました。行くなとは言われなかった。言われなかったです。一方事前にそういう動きがあるということもなんとなくこう人づてやら何づてで中国側には伝わると思うんですけれども、中国側から事前にそういうのは困るとか、事前にはなかったです。なかった、山田さんいかがですか。今回 の、 その稲田さんをこう国会自民党やらない維新でしたっけ、あと、国会議員をこう一緒に行くということについては、調査する側にしてみたら当然普段よりは気を使う部分というかね、政府に対する向き合いとか中国に対する向き合いとかってそこの部分ってどうだったんですか。はい、おそらく中国サイドにはギリギリまで、公表しておりませんでしたので、 なかなか伝わっていなかったとは思っています。ただいろんな環境ですね、実は船に船員あるいは研究者以外を乗せるというのは、それ自体にハードルがありまして、これ調査船ですので、それの壁もあるので若干整理をして、今回乗船いただくという流れになります。稲田さんね、はい、こう肉眼で尖閣をご覧になったのって初めてですか。初めてです。それとも飛行機で上からこう見たことがあるとか。ないです。ないですか、はい、どんな思いがするものですか。島なんだけども上陸できない、あまり近づけない、でもちょっと見るとそこに中国海警がいるっていうのは、もうなんか皮膚感覚としてまず最初に伺いたいです。そうですね、本当はここはもちろん固有の領土で、領土問題はない場所ですよね、でも上陸もできないし、できないっていうか、上陸できないし、自粛してますもんね。しかも領海内に、我が物顔と言っては失礼かも、我が物顔ですよね、自分が法執行しているような、スピ言ってくるわけですよ、出ていけ、違うでしょと違うでしょというのはありますよね。やはり違うでしょと、ここは私たちで、中国古来の領土って言ってましたけど、どこまで嘘言ってんだという気持ちと、やっぱり自分 の、 国の島を見たというのは、この立法する上でも、こうなんていうか
現実味を帯びてきました。なるほどね。山田さん、この島の調査、こうやって、はい、遠くから見たりね、はい、あのドローンで撮ったりする中で上陸調査の必要性については今回の、まあ、今後の検討課題みたいなものとして上陸調査の必要性についてはどう感じになってるんですか。はい、あの上陸しないと、うん、今までですね、基礎データは取ってきたんですが、はい、上陸しないと本質が全くわからないということを改めて今回の調査ですね、なるほど、感じました。はい、あの今回ですね、あの上空から赤外線熱源センサーを使って、ヤギが、うん、あのヤギの食害でだいぶ緑が減っているということを言われて、ヤギを、取ってみたんです。確かに生態いるのは分かるんですが、うん、なかなか目視ができない。うん、で実はあの昨日ずっとほとんど夜通し撮ってきた映像を見てたんですが、うん、よく見ると点のようにいるのは見えるんですね。うん、それはなかなかですね、うん、まず近くあの本当に上陸しないと見えない、うんのが本音だと思います。うん、かつてあの衛星から調査をしているから大丈夫だとおっしゃった方がいるんですが、うんうん、全くそれではあの深いこの、緑の中で、調査していくのは難しいと、うんうん、またこれ山さん、これ先ほど言われたね、はい、そのヤギよく見るとヤギっていう、はい、一応僕らも映像化してみたんですけれども、はい、分かんないですね。あの本当に小さいんですね、はいはい、これ熱源反応をしているのがポツポツいるってこと、はい、明らかにでもヤギはいるんですね。いるんですね、はいはい、あのこれは、はい、大きさから考えて、はい、この島の生態系だとヤギしか考えられないですね。で合わせた形で、はい、うん、このデータをもとに、うん、あのどの辺にいるかを映像を見ていくと小さい白く動いていくのが確認できるということで、うんうん、確かにヤギの群れはいます。うん、上陸して調べるっていうのはね、はい、それは日本国単体であるのか、前に山田さんからのアドバイスとかお話で伺ったような気もするんですが、はい、要するに環境調査をするんだったら国際機関と連携して国際共同調査みたいな形で尖閣に上陸する方法もあるんじゃないかと、こんな話も伺ったような気もするんですけど、はい、あのぜひですね、具体的にどういうイメージですか。はい、あの今回ですね、はい、アホウドリらしい姿もあのあいるんですか。映像でですね、あの、ウォーツリ島確認してますので、はいはい、鳥類のあるいはあの、尖閣モグラのような希少種を考えますと、うん、やはり国際的にですね、うん、生物の生態系として、はいはい、あるいは海流のことも含まれて、うん、あの日本人だけではなく、はいはい、世界の英知を持ってこの島を、うん、調査し、そしてこの島を、うん、あの世界の一つの財産として管理していくことができたら、うん、それが理想ですね。特に環境という言葉で。皆さん、その国際共同調査、はい、なんかイメージ湧きます。うん、あのちょっと4月に OECD できたんですけど、すごく今環境問題って世界的に一番大きな課題になってるし、はい、中でもこの漂流ごみの問題は非常に、うん、あの漂流ごみなんですね、はい、問題とされていたので、はいはい、今回すごくこんなにゴミがあるんだっていうことを驚きました。はい、うん、やっぱりそういった観点からですね、うん、環境っていう観点から国際機関と共同でっていうのは十分考えられるんじゃないかと思います。ごめんなさい、挙げしとるのも申し訳ないですけど、漂流ゴミっていうと多分中国本土から流れ込んできたポリゴミとかプラゴミとか多いと思うんですけれども、調査した結果、その台湾じゃなくて中国大陸から流れてきたプラゴミとかポリゴミがいっぱいあるって分かるとね、そうそう、中国さん、あなたも一緒に共同調査しようよって、こういう話にならないんですか。ならない、山田さん、そこは大丈夫なんですか。あのかつてですね、私あの、中国にもですね、はいはい、日本に入ってきて、うん、ちゃんと一緒に手続きを踏んで、ウォーツリ島に入ってもらいたい、あの北方領土の墓参みたいなイメージで、要は日本に来てビザつけさせるんだ、ちゃんと入ってビザを打って、そしてですね、特にあのこのゴミが、はい、大陸から流れてきているものだということを国際社会の人にも知ってもらって、はい、やはり原因は、どこにあるということも踏まえて調査をしていくということは重要であると思いますし、うん、むしろ、世界中の人が日本の魚釣島に調査に行くということで、うん、日本の司令官にあり、うん、日本の主権が明確に示されると思います。うん、はい、じゃあちょっと船の話いきましょうか。山田さんね、はい、船がどういうふうなこうアプローチをしたのかって、この図で、この手元のこ、じゃあそっちやって、はい、こっちの図、地図、はい、モニターの図で伺いたいんですけども、魚釣島にアプローチした船の、にあの日本側の船っていうのは、今回南から接近していったんですか。はい、あの、はい、南斜面にまっすぐに向かっていきまして、はいはい、そして今回は北側を、まずですね、南側で、はい、水を取りました。はい、
状況、水の状況を確認しました。水、はい、やはり海水状況。あ、海水の、はい、はい、はい、それで西側を回る形で魚釣島を回ってきまして、うんうん、この辺に昔の町、港の跡があります。鰹節工場のところ。鰹節工場の跡でありまして、それをの近くで慰霊祭、はい、かつてですね、うん、昭和20年1945年にですね、はい、この周辺で石垣島から台湾に疎開する船が攻撃を受けて、一隻沈没、一隻漂流するという事件がありました。なるほど。そしてこの島でですね、まあ、怪我をされた方と、あと餓死する方で40人近く亡くなられているんですね。で、まだ埋められているんですね。あ、そうなんですか。はい、そしてそれが記録がですね、うん、どなたがどこに埋められているかの記録まで残っているぐらいなんですが、うん、でも上陸することができないので、はい、埋め替えることもできない、埋葬することもできないということで、うんうん、この沖合で中山市長をはじめ、うん、石垣市の方々と、うん、国会議員の方々にも参加していただきまして、はい、慰霊祭を、洋上慰霊祭、洋上慰霊祭を行わせていただきました。はいはい、で調査をし、はい、そしてまた今度は反転をして、はい、帰っていくと、はい、で2日間やりまして、はい、1日目はこの南側斜面を3往復ほど、しまして、はい、ドローンによる調査、はい、あるいはプランクトンを取る調査、はい、等を行いました。はい、そして2日目は、1回で、戻ってきて、はい、直接帰るという。でこの一連のこのコースの時に中国側の海警の船ってどういう動きを見せたんですか。実は今回非常に早い段階から海警船が現れてきました。はい、海警船というのは赤、赤ですね。これ中国の船、中国の海警局の、はい、警備船、海警船と言ってます、はいはい、海警船が現れてきまして、はい、4隻、これがですね、まだ魚釣島まで50キロぐらい離れている段階で、うん、ほう、もう4隻現れてきました。じゃ石垣から尖閣って150キロぐらい、170キロですね、はい、半分過ぎたあたりではもうちゃんともうついてるんだ、はい、はい、それで50キロよりも手前で現れてきて、はい、ただ海上保安庁がですね、はい、この段階では一番近くてもだいたい4キロぐらい、はい、だいたい5キロぐらいを維持して、はい、調査船に近づけないような体制を取りました。うん、で近づけないような体制というのは近づこう、はい、いや真ん中の調査船が稲田さんが乗ってる船ですよね。はい、それに近づこうとすると海上保安庁の船がその海警の船に幅寄せというか 幅寄せですよね、接近して 常に航路を塞ぐような形で、はい、近づかないように近づかないように、なるほど、動かしていって、さらにですね、はい、この調査船を3隻で、はい、ゾーンディフェンスをかけながらマンツーマンでそれを抑えるというような形にとってます。それが要するに尖閣の50キロ手前からずっとその4隻が周りから、はい、周りでうようよしていたんですか。これでこういう形で、ついていきまして、はい、片舷の方に、3隻、はい、片舷の方に1隻で、海上保安庁魚釣島に3隻を張り付かしてあります。はいはいはい、これ上のはですね、こちらが島、上側が島だ、はい、魚釣島に3隻をしっかり張り付けておきまして、はい、向かってきました。うん、でこれが島の近くになったところで、実はこの2隻がこの2隻を完全に視界から消してしまう、へー、このような体制になっていきまして、追い出したんですね、完全に追い出しで、はいはい、で実際に調査の段階になるとですね、はい、今度この海警にもう一隻ずつついて動きを封印する。これはもう完全に操船技術の話ですね。操船技術ですね。近づいてこようとすると、はい、その前その線、はい、進路を妨害するように体を張るという、はい、こういう理解でいいですよね。はい、で、ちょうど稲田議員も初め乗っていただいた時に、はい、最後かなり海警が近づいてくる状況になったんですが、はい、海警が近づいてこようとした時にはもう、はい、明確に進路を塞いでしまうという形で、この海警近づいてきた時というのは、いよいよ島に近づいた時にこれ以上接近させると、まあ、海警側としてもそれはもう中国側の領海侵犯になるからという、そういう意味ですよね。我々がかなり調査を進んでいく中で海警船が一隻かなり近づくと、はい、まあ
調査を阻止するような行動を見せたんですが、その時には海保がもう完全に近づけない、はい、一時ですね、一番近づいて1キロでした。1キロって言ったら見えますよね、稲田さん。あ、見えました、ずっと海峡の船、ずっと、うん、ずっと視界に見えてましたし、はい、夜中はその掲示板、はいはい、海警は赤だし、うん、海保は青なので、うん、それはずっと見えてました。遠い時も見えてました。その段階では1隻はかなり、まあ、引き離した形で、はい、1隻を相手に、はい、で最大ですね、この1隻をさらにですね、あの、うん、6隻で包み込んでしまうと。すごいね。まあ、海前に海警の動きを封じた、むしろですね、これは海上保安庁としてもしっかり守っているということを、うん、まあそうですよね、今回メディアが載っていることも分かっていますので、はいはいはい、どういう守りをしているのかということを、はい、まあ、伝えるという意味もあったように思います。これその話を伺っているとぶつからなかったのかっていう、どっかで軽く接触、軽くですよ、接触とかしてないんですか。あの、これはですね、うん、やはり操船技術、海上保安庁の高い操船技術ですね、ギリギリのラインで。でもこっちが上手の向こうが下手だったら当たっちゃうじゃないですか。あ、その辺も踏まえて、あ、これはですね、うん、お互いに最後これ海警接触してしまったらですね、うん、このまま事故ですから、うん、あ、そうか、警察権がそこで発生しちゃうんだ。事故ですから事情聴取も含めて、はのこの海警に対して乗り込んでいくということも考えられると、まあ、基本的にあの、航船は航船に対して法執行はできないですが、実際にぶつかったという状況があれば、はいはい、お互い確認をしなければいけない、はい、ということになってます。その時に向かって、じゃあお互いに例えばビデオカメラとかをもうブンブン回しっぱなしにして、うん、はいはい、もし接触したとしても、はい、どっち の、 その操船ミスで当たったかというのが、はい、その法裁判とかになっても分かるような形でやってるわけですよ、はいはい、常に無線で、はい、ここは中国の領海 で、うん、であるということを、はいはい、中国が海警は行ってくるんですが、はいはい、囲まれた時の危険だから近づかないようにというメッセージに変わりました。ほう、要はぶつかった時は海保のせいだよということを、うん、途中で向こうのメッセージが変わるんだ、はい、もうその段階でかなりも勝負あったに近い状態なんですがもう手を挙げたっていうところですね。なるほど。で、あの、最後調査点は帰路につきましても、はい、遠くからあのこの海警船が、うん、もうこれも帰りは50キロ近く4時間ですね、ついてきた、ついてきたと。向こうは向こうでちゃんと執念深いんですね。あの、これは本国に、はい、報告するにも領海外まで、はい、あのついていって追い出したという、はいはい、あ、なるほど、ことを言わなければいけない。はあ、山田さん、今回の調査は3回目ということですけれども、はい、2回目までと違った何かこう海警の海警船の数ですとか対応の違いなど感じられましたか。はい、あの、海警船今回あの、前回はだいぶ我々の船に4隻体制で来たんですが、うん、2隻離れ、もう4隻のうち2隻離れてしまうと、うんうん、もう完全に2隻対海上保安庁という、はい、あの、この守り合う、はいはいはい、流れになりました、うん、と言いますのは今海警です、うん、中国海警局、うん、かなり警備手一杯なんですね、うん、あの、それは一番はフィリピン、南シナ海でフィリピンコーストガードとあの、はい、ギリギリの、もうこれは接触する、お互い接触する、はい、まあ、攻撃、まあ、放水銃ですが攻撃するというようなところまで行ってますので、はい、かなりエスカレートしてます、うん、その中で、フィリピン側はしっかりと警備を動いていて、うん、はい、それに体力を使ってます、うん、合わせた形 で、 ですね、フィリピンが元気なのでベトナムもですね、うん、中国に対してかなりあの積極的に対応してます。なるほど。で、また合わせた形で金門島、はい、台湾との間の確執が明確に出ていまして、はいはい、実は台湾、金門島と尖閣諸島に、うん、この、また先状態両方を見なければいけない、うんうん、なので今もう、船は送ってくるけれど、うん、そんなに余裕のある段階ではない。なるほど。もうギリギリのところで、うん、今派遣している、うん、なので実際に日本に対して対応できるのが今回4隻来ても2隻だけ、うん、そうなると圧倒的に抑え込まれてしまう、うん、なるほど。それでも出ていかなければいけないのが今の中国海警になっていると思います、うん、山田さん、その海警局との間の無線のやり取りっていうのがあったっていう、どんな感じなんですか。要するに接近、接近、あの、あの、夜中からですね、はいはい、あの、お互いに、うん、尖閣諸島は、うん、
まず中国側から尖閣諸島は中国の領土である、はい、なので、我々の船の接近は認められない、退去しなさいということを言ってきます。それに対して、本船はですね、答えないんですね、はい、調査船は答えない、一切答えない、調査船は答えない、はい、聞こえるんですね。でも聞こえますけど、はい、中国には警察権がないんで、はい、我々は答える必要はない。あ、なるほど。で、海上保安庁がそれに対して、尖閣諸島は、日本の領土であり、汽船の、主張は認められないと、これが 2,3 回やり取りするんですね。なるほど。最終的に必ず日本側が言い切って終わる形を取るんですが、これはやはり最後を取るというのが重要なんですよ、はい、井上さんは調査船に乗っていて中国の海警からの出て行きなさいっていうのは聞こえてたんですか。はい、夜中起こしていただいたので行って、はい、まさに今と同じ、中国からと、あと海保が最後言い切ると、はいはい、中国英語でも言って最後アウトとか言って、腹立つなって思うんですけど、まあ、向こうは英語で話しかけてくるの。英語、中国語、英語、日本語ですね。日本語でも話しかけてくるの、はい、日本語はだけど下手ですよね。中国の会計の人たちってのは日本語で話しかけてくるんですか、はい、出て行きなさいって言うんですか。出て行きなさいでしたっけ。退去せよ、退去せよですか、はい、最後ですね、はい、やはり一度出て行ってくださいって言った時はくださいになった。一方ですね、その大使館で中国の政治部政治的な反応なんですけれども、これ中国在日中国大使館報道官がこういうコメントを出します。釣魚島と付属島は中国固有の領土で、領土主権と海洋権益を守る中国の決意停止は揺るがない。日本の権利侵害と挑発行為に対し、中国はすでに厳正な申し入れを行い、中国の海警船は法に基づき権利維持と法執行の措置を取った。中国は日本に対し一切の政治的挑発、現場での騒動、世論の煽り立てをやめ、情勢のさらなるエスカレートを回避するよう強く促す。中国本土、北京の外交部の報道官会見、今日の夕方行った会見の中で、外交ルートを通じて日本の侵害と挑発に対し、日本に対し厳正な申し入れをした、この発言だけあったそうです。とは言いながらもね、山田さん、はい、これを北京じゃなくて在日中国大使館の報道官談話の形に、まあ抑えているというにも見えます、はい、この文言の内容、出し方、どうご覧になりますか。はい、中国本土では、はい、この状況は伝えることがもうできない。はは、中国側は中国の領土であると言っているのに、実際には日本の海上保安庁に守られて、調査が行われている、日本側の石垣市、地元の調査が行われているという状況、はい、これをですね、中国国内では、報道することすらできない。なるほど。前回も前々回も中国側での報道というのはかなり限られたものになっています。ということで、これは実際のかなり無理した、中国側としては何か答えておかなければいけないというレベルで、苦肉の策のコメントだと思います。皆さん、この中国在日中国大使館のコメント、北京発じゃないです、これどうご覧になりますか。はい、それは、まあ、今山田先生がおっしゃった通りなんじゃないのかなというふうに思います。ただ一方で、やっぱり領海の中に当然のように海警の船が入っているという状況が作られていることも現実なので、やっぱり日本側としては死生観にあるっていうことを、まあ、今回のようにしっかりと見せていく必要性を感じました。なるほど。ここからは中国海警局に対して、そして中国の海洋進出に対して日本の備えはどう対応すべきなのか伺っていきます。まず中国海警局と日本の海上保安庁の装備について改めて見ておきます。1000トン級以上の船の数を比較しますと、中国は急速に増やしていまして、2022年時点で2倍以上になっています。装備も新型艦はヘリコプター設備、大容量放水銃20ミリから76ミリ砲など充実させています。また2021年2月に施行された中国海警法22条には、国家主権等が海上において外国の組織個人から不法侵害を受けた場合、武器の使用を含む一切の必要な措置を取る権利を有すると記されていまして、国家主権を守るために武器使用を辞さない構えなんです。
稲田さん、この感染数も圧倒的に増やして武器を充実させて新たな法律で国家試験侵害に対しての武器使用まで認めたということで、うん、この中国海警に対して日本の海上保安庁の現状というのはどう捉えていらっしゃいますか。はい、やはり今回の視察の目的もこの海警法が施行された後の状況というのはどういうものかということを見たかったわけですけれども、うん、現時点ではしっかり海保が管理をしているというふうに思いました、うんうん、ただその数の数の比較をしますとですよ、はいはい、本気になってやってきたら、うん、数では負けちゃうわけですよね、うん、なのでやっぱりここは粛々と、うん、日本もこの海保の体制ということをしっかり、うん、強めていくということは必要だなということも同時に感じました、うんうんうん、稲田さんね、はい、これやっぱりこう武器使用の基準が日本の海保と向こうの海警とで違うんじゃないか、はい、この違いというのは実際に働く海保の皆さんにしても我々にしてもこの違いというのがどこかで問題にならないのか、うん、このあたりどうご覧になってますか、うん、やっぱり警察権の行使でしか使えないので、はいはい、日本はね、はい、だから主権を守るためにこの武器を 使うとか、はい、そういったことはできないわけですよね、うんうん、なのでやっぱりそういうその主権を守るための法律とか、うんうん、そういったものも、うん、必要ではないかとは思います、うん、山田さん、ここの法律的なその違い、はい、武器使用基準の違い、はい、これが将来的な懸念になるかどうか、そのために打つべき手は何なのか、いかがですか。はい、まず中国側はですね、はい、国際法よりも国内法を優先しています、まあうん、実際にこの、中国海警法においても外国の組織、はい、要は日本の海上保安庁にも何らかの場合は武器の使用も含む必要な措置を取るという可能性があるわけです、はい、そうですよ。で本来であれば国際法、公船は公船に法執行はできないので、うん、日本側はそれを守 る、 なるほど。でも中国が必ずしも守るとは言えないわけですね。となったら十分に備えなければいけない、うん、だ今現在は中国側の近づいてくる船がどういう装備をするかということはかなり抑えることができていますので、うん、それぞれに対応することができます、うん、ただやはり根本を考えます。先ほど稲田先生がおっしゃいましたけど、うん、魚釣島の近くに領海内に他国の警備船が入っていること自体がおかしい、うんうん、なるほど。やはりこれはですね、海上保安庁のみならず、うん、今回先生、来ていただきまして、うん、ぜひ国としてですね、うん、外務省も含めて対応していかないといけないところだと思います、うん、それはつまりその現状警察権と警察権のように見えるけれども、はい、明らかに海警側は警察権とその軍のね、はい、武力武器の使用の間の武力行使の間のその中間点あたりまでもう膨らんでるわけじゃないですか、はい、その違いをどうやって埋めるのかといったら、これは日本の国内法も整備しなくちゃいけないという意味でおっしゃったので、はい、それとも相手側に働きかけるべきなのか、いかがですか。まずおそらくですね、はい、中国海警はさらに攻撃的な法律作ってくると思います、うん、ほう。もう今フィリピンに対してもこの尖閣に対してもかなり劣勢になっているので、はい、もっとやれるっていう姿を見せてくると思います、うん、その時に日本側、やはり日本側はどう対応するのか、うん、性善説で国際法に基づいて中国が動いてくるとは限らない、うん、となると海上保安警備機関としていえども、うん、じゃあどの時点で自衛隊とスイッチするのかも含めて、うんうん、これは法整備、うん、あるいは、制度の整備というのが必要になってくると思います、うん、稲田さん、今の話まさにその例えば有事法制なんかの時にも議論にあったようなね、シームレスな対応、警察権、そこからそのいわゆる自衛隊の対応に至るまでもそのいちいちこう国でどこに対応するのか手続きの問題も含めていろいろ議論がかつてあったじゃないですか。そういう意味において今のこの海警と向き合う海保において必要な法整備、どういうふうにお感じになってますか。先ほど言った主権を守るための法整備っていうことも考えなきゃいけないでしょうし、やっぱり隙見せないっていうことですよね、相手に対して、うん、法律を作るだけってか法律作ったって向こうは法律守らない国ですから、うん、国際法も守らないし、ね、後付けの法律を作る国なので、はい、やっぱり隙を見せないっていうことと、うん、日本だけではなくて、うん、国際社会に対して、うん、その日本の正当性というか姿勢感にあることも含めて、うん、しっかりと認識してもらうっていうことだと思います。なるほど。むしろ今日本側が明確な、はい、スタンスを取り、うん、姿勢を見せていくということが逆に大事なんだなと思っています、うんうん、ただ海上保安庁にばかり依存した形で
かなり海上保安庁ですね、北海道から、まあそうですよね、北方領土周辺からですね、はいはい、日本海、全てを守っている、この広大な海を守っているので、まあ、船の数も人の数も予算も足りない中で精一杯やっているので、これは保管するシステムができないといけないと思います。ここでゲストのお二人から尖閣諸島を守るために必要なことについてご提言をいただきます。まずは稲田さん、お願いします。はい、隙を見せず粛々とやるべきことをと、まあ、中国側の、まあ、現状変更の試みに対して日本側も隙を見せないということと、まあ、今回石垣市3回目ですけど、国会議員が行ったのは初めてですが、はい、まあ、本来国がやるべきことを、まあ、粛々と静かに続けるということだと思ってます。はい、はい、では山田さん、お願いします。はい、島を守る行動、尖閣諸島をはじめですね、日本の島、施政下にあるということを明確に示す、これはあの、安全保障上の行動だけではなく、環境を守るにしても、あるいは、島に人が住めるようにするということも含めて、島を守る行動というのを何よりもしていかなければいけないと思います。